皆さんこんばんは岡崎直子です、えー、岡崎直子のトークライブの第18回目ですね、えー、セルフラブ自己愛というテーマで、えー、90分間お話をしていきたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、とちょっと前回ですねネットワークの接続が悪くなってしまいましたということで途中であの映像が途切れてしまったりしたので一応バックアップのチャンネルというのをノートの えー、方にね上げていますのでもし万が一また何か不具合が生じた場合にはあのズームという配信システムに切り替えてお届けしたいと思いますのでその際は、えー、そちらへの移動をもしかしてお願いすることになるかもしれないのでご了承いただければと思います。えー、始めていきたいと思います、えー。自己愛というテーマなんですけれどもまあ、えー、ね 先生術のテーマでトークした時なんかもお話ししたように私自身の考えとしてはそのいわゆるスピリチュアリズムと言われているものとか刑事上学とかっていうものはその自分自身の傷を癒すメンタルをケアするっていうことの先にこそ,その本当に大事なところが眠っていて自分自身の傷を癒すっていうことはそこに入っていくための、まあ、準備段階ステップゼロだみたいなことをお話ししたと思うんですね。 でその考えは今も変わっていないんですけれどもとはいえそのステップゼロをなかなか踏み出せないっていうリアルな現状もやっぱりあるなというのもすごく感じていますし、えー、前回がね水が座ざの時代ということで現代がどういう時代かということをお話ししたと思うんですけれどもやっぱり時代の常識が変わって今までの自分のこう価値観のよりどころにしてきたものが揺らいでいくっていう時代にあって、えー、その自分自身のメンタルを 自分で元気なままキープしておくメンテナンスがちゃんとできるっていうのはやっぱりとても大事なことだなと思うので、えー、今日はそのテーマでお話をしてみたいと思います。で最初にお、えー、伝えするんですけれども、えー、軽くねやろうかなと思ってたんですけれどもちょっとこうレジュメをまとめていたらすごい膨大な内容になってしまって、えー、多分今日で全部終わらないので、えー、前後編という感じで。 本日がそのセルフラブの前半、そして来週その後半という感じで、えー、ちょっと2回に分けてお届けしたいかなと思っています。えー、というわけで、今日の、えー、コンテンツですね、お見せします。まあ、ざっくりこんな感じでいこうかなと思っています。えー、本当は何に悩んでいるのか、そして努力主義とジェラシー、えー、1対多と1対1。 そして「認知の歪みを正す」という4テーマでやっていきたいと思います。告知文に少し書いたんですけれども、えー、自己愛、ねえー、遠征感や絶望感を、まあ、取り払うそこから、ね、脱出させる薬になるような自己愛自分を愛するということには実は2種類ありますということを書かせていただきました。一一つは西洋医学的なな、えー、取りり入れると,と一瞬で気分が楽になったり なんか楽しくなったり、その絶望感とか、鬱っぽい感じ、ネガティブさみたいなものがさっと綺麗に消えてなくなるようなタイプの自己愛の取り扱い方。そしてもう一つは、そ,それほどそんなに素早くは効かないんだけれども、えー、自分自身の自我の体質そのものをゆっくり改善していくような、東洋医学的な自己愛の使い方という2種類ありますよということを、えー、書きました。でえー セルフラブテーマにした前半戦の今日は、その中でも西洋医学的な方、そのパッと聞く方ですね。そちらの方のセルフラブというのをちょっとメインテーマに据えながらお話をしていきたいと思います。まあ、とはいえ、まあいろんな話はするんですけれども、でもメインのテーマとしてはその西洋的なアプローチっていう方を今日はお話をして、で来週、えー、よりディープな東洋的な アプローチということをお話しして、このテーマを締めるという感じにしたいと思っています。えー、まずですね、セルフラブ、自己愛という言葉についてなんですけれども、えー、英語でセルフラブという場合でも、日本語で自己愛というふうに言う場合でも、結構こうなんだろうニュアンスがネガティブに取られる可能性も高い言葉だったりもしますよね。なんかこう自己愛が強いっていうと 自分勝手な人っていうイメージだったり、まあ、調子に乗ってるみたいなニュアンスが入っていたりだとかなんかこうね自分のことでいっぱいいっぱいの人みたいな自己愛っていうニュアンスあると思うんですけれども、えー、なんかそれは何でなのかでもまあ自分を癒したりメンタルをケアするっていうことを考えていくときには自分で自分を受け入れる自分を愛するっていうのはとても大切な態度なんですけれども。 どうしてそのようにもろ刃の剣のように自己愛という言葉が使われているのかということからちょっとお話を始めたいと思います。あのー、もうだいぶ前ですけれども「アナと雪の女王」っていう映画が流行った時に「あのレッド・イット・ゴー」っていう、ねえー、歌が流行りましたよね。日本語では松たか子さんが歌って英語版では何だ、何さんだっけイリナ なんとかさんが歌って大ヒットした歌がありますけれども、あの自己愛が発露した状態ってなんかあの感じだなっていうのをすごく思うんですね。レッドイットゴーの歌みたいな感じ。えあの歌ってこうどういう歌だったかっていうと、まあ見てない方ももしかしていらっしゃるかもしれないんでお話をすると、その自分のこう氷を扱う魔力を こうね、それが人を傷つけてしまったり兄弟すぎるという理由でそれをこう使わないように人に見せないようにばれないように封じ込めるということを、まあ、親からも教育されてずっと育ってきた、まあ、いい子のお姉さん長女のお姉さんエルザエルサがその、ね、自分がずっと 国のために良い女王様であろうとしてその自分の本当の能力みたいなものをずっと隠していい子のふりをしてきたのが、まあ、とあるきっかけでそれがバレてしまうとエルザがすごい能力を持ってるっていうことがバレてしまうでそれをきっかけにしてもうそのパーフェクトガールいい子ちゃんを演じるのをやめるっていうことを歌っているのがあの「レッド・イット・ゴー」っていう歌なんですねレッド・イット・ゴーは、えーまあ、手放すっていう意味ですよね もう執着しないもうやめるもうどうでもいいっていうニュアンスの言葉になるのでその今まで演じてきた偽りのいい子ちゃんの自分っていうのはもういい一生懸命頑張ってきたけどもう無理もうやってらんないもう自分らしく生きるっていうのが「レッド・イット・ゴー」っていう歌だったわけですけれどもそのまあ親だったり社会だったり国のためにみんなのためにっていう理由で 押し付けられてきたた規範みたいなものルールみたいなものそれを破ってフリーになる自由になるみんなのためにじゃなくて自分のために生きるでそれがなんかこう自分を押さえつけていた鎖から自分を救出するっていうか自分を救い出すでだから結構何て言うんだうかなこうパワープレイなんですよねその自己愛の発露の仕方としてその今まですごくいい子ちゃんで頑張ってきた人が突然ね 発狂するみたいな感じなのでパワープレイハードランディングの劇薬的な感じで自己愛を発露させるでそういうことって結構、あのー、日常の中でもまま見受けられるシーンだったりするというのもあって多分自己愛っていうことにまつわる、えー、ネガティブなイメージが一面入り込んでるっていうのはそういうところなのかなと思うんですけれども副作用として 自己愛を発露させるとそれまで自分がロールプレイしてきた今までのなんか偽りの自分がやってたポジションがガラッと崩れ落ちてしまうわけだからそれに伴って「まあ、周囲に何らかかか迷惑がかかったりするであのアナと雪の女王」だと、えー、彼女が雪のパワーを解き放ってしまったことで自分の、ね、ずっと大事にしてきた王国がこうブリザードに閉ざされてしまうっていうね出来事が起こったわけですよね。 そして彼女自身はとても孤独なところに追い込まれ自由だけど孤独になるその自分らしくいるみんなのために生きるのをやめて自分らしく生きるっていうことを選択した時にこうすごく一つテーマになってくるのが偽りの自分を演じてみんなと仲良くしていくかそれとも自分らしく自分自身を解放してその代わりちょっと孤独に生きるかっていうなんかこの コンフリクトが結構起こりやすい自己愛にまつわって。でただここでポイントなのがその自己愛を発露するっていうのは自分を今まで縛りつけていた鎖から自分自身を解放するっていう一種の劇薬であってで劇薬を使って終わりじゃないっていうことなんですよね本当は。その先のステップがあるはず。自自分分ではない自分としてて生きてきた さあそこから解放されようでそこで終わりではなくてその先まで進んでいかないと実はこの自己愛の問題っていうのはただこう周りになんか定期的に迷惑をかける人みたいになって終わってしまうっていう、まあ、宿命があるんですよね。だから自己愛を発露させて自分らしく生きよう自分自身であることに OK を出そうってしたらその先まで進んでいくっていうことをセットで考えないと。 必ず同じ問題を繰り返してしまうっていう宿命を持っています。えーね、よくそうですねその自分に OK を出すっていう言い方ってよくすると思うんですけれども例えばもうなんだろう、うん、我慢しないで好きなお菓子を食べるとか本当につらかったら時々は会社をサボったっていいとか。 もう本当にストレスが溜まってたらもうお買い物好きなもの買っていいとかなんか自分に許可をするってそういう感じですよねそのちゃんとしていようきちんとしていようその成長していこういい自分であろう自分を成長させていくために頑張ろうってやっていたこの締め付けをバンって解き放つっていうことだからでその締め付けがきつければきついほど解き放たれた時の反動力っていうのも大きくなるからなんかねすごいお菓子を食べてしまったり もう1回会社サボったら本当に二度と行けなくなってしまったりお買い物したらものすごい金額使ってしまったりとかっていうことにまあなったりするわけですよね。で、まあ、時にはそうやって爆発しすぎた自分自身にまたなんかこうがっかりしてしまってさらに締め付けをきつくしてっていう,こう悪循環に陥ってしまったりもするわけですけれどもえー、ねそのまあ今日のテーマは、えー、自己愛のうちのパート1西洋医学的な アプローチの方なんですけれども、本当は自己愛っていうのは、その鎖から自分を解放するための自己愛と、解放された後に、その本当の自分が抱えている問題を改善していくっていうための自己愛とっていう2種類、やっぱりセットで動かないと意味がないんです。これ本当にこう西洋洋医医学学と東洋医学の こうダブルアプローチってていいう意味でも似ていますよね本当に怪我をしてなんか大変な外科的な処置が必要な時などにいや私は自然療法にこだわってるんで病院には行きませんってやってたらやっぱり致命的なことになってしまうわけですよね。そのがんの進行とか何か持っている病の進行を一時的に急激に止めるためにその、ね、西洋医学的な処方とか薬とかをバンって使った方が効果が早いっていう場合もやっぱりあるわけです。ただ その対症療法的な西洋医学的な薬とか外科的な処置っていうものに永遠にずっとたどり頼り続けるとやっぱり良くないわけですよね。元の木阿弥に戻ってしまう。だから出ている症状を一気に止めるっていうのが西洋医学的なアプローチ第一の自己愛。そしてそこでまあ急性の症状をばって一回止めた後に必要になってくるのがじゃあ なんで私はこの問題を引き起こしたんだろう本当に私が今抱えている問題は何なんだろう私は本当は何にずっと悩んでたんだろうっていうことをまあ、深掘りして考えるっていう東洋医学的なアプローチとそのダブルが必要だっていうことです、えー、ね、自分を縛り付けていた鎖から自分自身を解放するそれが自己愛の第一の発露っていう話をしました ではその自分自身を縛りつけていた鎖っていうのは何のことなのかというと、えー、それはまあとで詳しく説明しますけれども歪んだ認知です歪んだ認知自分自身と世界と他者に対する歪んだ認知それが自分自身を縛りつけている鎖です自己愛を解放する発露させるっていうのはその鎖をガンって一回断ち切るっていうこと西洋医学的なアプローチ そして、しかしそれを放置しておくとまた同じ鎖を結んでしまうので、その鎖を結ぶことになった原因を掘り下げて体質改善をしていくっていうのが東洋医学的なアプローチという感じになっていると思ってください。ここから結構、えー、難しい話にいきます。えー、2001年。2001年に えー、世界的に話題になった大きな一つのニュースで2001年当時ってあのアフガニスタンのタリバン政権がすごく、えー、世界情勢をにぎわせていた時期であのバーミヤンの仏像の破壊っていうニュースを皆さん覚えてらっしゃいますかあのタリバン政権が支配していたあのバーミヤン地方にある石窟っていうんですかね石を掘り出して、えー、建造された巨大な大仏。 仏仏教の仏像群があって、まあ、世界遺産、えー、古代からずっとそこにあるっていうもう重要な仏教にとっても特に重要な文化遺産だったんですけれどもそれをまあタリバン政権がイスラム教の偶像崇拝という理念に反するという理由で爆破するっていう事件があったんですね。で爆破するっていう予告が出されていてでそれに対して、えー、国際連盟が <laughs> 国際連合が連盟じゃないですね国際連合が、えー、それを停止するべきであるっていうその、えー、決議を出して、えー、かなり批判したり、えー、交渉を、ね、行ったりタリバン政権と交渉を行ったりということをして日本政府は特に積極的でその仏像自体をそのイスラム教圏 タリバンの支配している地域から移送させるから、まあ、破壊はしないという方向でどうかっていうね折衝とかもすごくしていたらしいんですけれどもそういった交渉のさなかタリバン政権の強硬派が、えー、爆破っていうことを実際起こしてしまったっていう事件がありました。で国際社会からものすごい批判を浴びて、まあ その流れでというかその後同じ年の20 2001年の9月11日ですよねアメリカの同時多発テロっていう感じのこう2001年の世界情勢のなんかこうちょっとターニングポイントになってるような事件なんですけれどもでそのバーミアンの仏像の破壊の事件に対して、まあ、イランの映画監督が、えー、その国際情勢に反する ニュースの論調に反するこんな言葉を言ったのを覚えていらっしゃる方はいるでしょうか。えー、バーミヤンの仏像はテロによって破壊されたのではなく地獄によってつまり恥によって、えー、自ら崩れ落ちたのだっていうふうに、えー、イランの監督映画監督の方が発言をしました、えー、私は当時その発言を聞いてすごいこう衝撃を受けたんですね。 でどうしてそういうふうにその人が言ったのかっていうとその石像が一つ破壊された爆破されたっていうことで世界中がもうその事件に注目をしてニュースで報道をして散々批判をしてっていうぐらいもう本当に大変な騒ぎになるのにそれ以前に同じそのタリバン政権下のアフガニスタンで100万人もの人が 女性も子供も含めた100万人以上の人が飢餓で死んでいるっていう現状であったりイスラム教世界に対するその西洋文化の押し付けであったりっていうその,その以前からずっとその現地を支配していた鬱屈とか非人道的な状況っていうのは誰も報道すらしなかったし知りもしなかったでもたった一つの仏像が破壊されただけで世界中は大騒ぎする。 そのイスラム教タリバンの強硬派原理主義者たちはなんて野蛮なんだ自分たちの信仰しているえルールにドグマに沿わないからといって文化遺産を破壊するなんてなんてひ悪辣非道なんだっていう論調だったんだけれどもそれよりもっとひどいことがとっくの昔にその現地では起こってる。でそのねあの宗教ってそもそも愛と平和を説くものじゃないですか。 もももうそもそそものの大前提としてそのどんな宗教であれその理念のもとに世界の全ての皆,皆様が生きているとしすべてのものが平和に心穏やかに生きていけるようにっていうのが全ての宗教のやっぱりベースなんですよ。その仏像ですよ。それを代表する仏教の神聖な仏像がその現地で起きている100万人の飢餓を止められなかった。 この地で起きている非道な出来事、悲惨な状況っていうのを止められなかったっていうのを恥じて、自ら崩れ落ちたんだっていうふうにそのイランの監督は言ったんですね。その仏像が崩れ落ちることによって初めてその地にみんなの意識のフォーカスが当たって、その場で何が起きてるかっていうことに関心が持たれるようになったわけだから、崩れ落ちることによって仏像は自分の役目を果たしたんだとも言えるわけですよね。その見方で言うと。でそのね こう意見に何でそんなに私が衝撃を受けたのかっていうとそういうふうにそのなんだろうそのニュースで流れてくるタリバン政権っていうのはイスラム教の原理主義者たちであってイスラム教の教義とかドグマに沿わないものを無差別に攻撃しているすごい怖い人たちだっていう報道を丸のみにうのみにして信じていたので。 そのの背景に何があったのかどうして彼らがそういう態度を取るようになったのかっていうことに一切考えが及ばないまま報道されるニュースをそのままに受け取って仏像を破壊するなんてなんてひどいって思っていたことに気づかされたからですね。なんかねそのここ結構大事なことなんですけれども何か目の前に問題が起きている時その問題を解決しようって ついしてしまうんだけれどもこの問題が起きてるってことはその問題以前にもうとっくに何かがあって表面化しているはずなんですよね。減少化してる問題っていうのはもう一つの警報であってサイレンであってサイレンが鳴ってるからサイレンを叩き壊しても原因となっている出来事っていうのは何も解決されてないんですよね。っていう、えー、状況がいつもあります。で まあ突然かわいい本を出しますがジャクソン・ギャラクシーの猫を幸せにする本飼い方っていう本で、まあ、すごくいい本なんでもし猫飼ってる人がいたらぜひって感じなんですけれどもこの、ね、本の中に猫の、えーまあ、しつけの仕方というかどういうふうに猫にと接していくべきかってことが書かれているんですけれどその中でこういう例が挙げられていました。もし あなたがねお母さんだったとして自分に中学生の息子がいるとしましょうでその息子はあなたにとって本当にこう全人類の中で一番信用できる人間で本当に心があったかくてピュアでちょっと頑固なところはあるけれどももう心からいい子だって言える自分の息子がいるある日その息子が通っている中学校の先生から電話があなたと職場に電話がかかってきて息子さんが同級生をなんかこう殴ってしまった。 暴力事件を起こして今問題になっているのですぐ学校に来てもらえませんかって言われたそうするとあなたはどういう気持ちになるか何があったんだろう息子にって思うはずじゃないですかなんかあんなにいい子であんなに優しくてあんなに正義感にあふれた子が人を殴るってなんか大きな事情があるに違いないどうしようどうやってあの子の心をちゃんとこう 理解してあげるることができるだろうなんで私はその原因に今まで気づかなかったんだろう何があったんだろうって心配をするはずですよねでもそれが、えー、飼い猫ってなった瞬間にあなたが、えー、働いている職場から家に帰ってくるとお気に入りのソファーの上におしっこがしてあると真っ白なソファーで買ったばかりのお気に入りのソファーに黄色い猫のおしっこのシミがついていてもうその瞬間にもう逆上して「なんでこんなことするの?」って怒って。 でその、ね、ソファーのシミを一生懸命タオルで叩いて洗剤つけて直そうとしても全然落ちなくてそれをやってるうちにどんどん虚なしさと怒りがこみ上げてきて私こんなに働いて一生懸命頑張ってこの猫のことだってちゃんとごはんは寝て養って頑張ってるのになんでこんなひどい仕打ちを私にするのかしらって怒り狂うと。でこの差を考えてみてくださいというふうにこのねジャクソンは言っているわけですけれども。 相手が自分の愛する息子で人間で対等な存在だって思ってる時には何か事件が起こった時には真っ先にもう何の疑問もなく何か事情があるっていうふうに思うわけですよ。何があったんだろうそちらを解決しなければいけないっていうふうに思う。でもそれが、まあ、猫とかね自分と距離がある存在って思ってしまった瞬間に何か起こした出来事の方に目がいってしまって。 なぜそうしてるのかっていうことに目がいかなくなりますよねっていう話をしてるわけです。でも、まあ、猫がソファーでおしっこをしてしまうっていうことは必ずその前に原因がある。何かもうすでに問題が起きているっていう SOS サインなんです。それが減少化するっていうこと。だからその SOS に耳を傾けて対処しなければいけない。それが、まあ、飼い主としてねその子を飼うっていうことを飼うっていうことを決めた時に その子を幸せにするっていう契約をあなたはしたんだからそういうふうに対処しなきゃいけないっていうふうに書いていて、まあ、すごくいい本なんですけれどもなんかねそのタリバンの報道の事件とこの猫のしつけの話って全く同じ話なんですよ。その仏像が崩れ落ちたなんでそんなひどいことをするんだっていうふうについ、えー、短絡してしまう私たちは目の前に起きた出来事が強烈すぎて。 でその裏に何があるのかっていうことを見るのを忘れたまま、えー、批判とどうやって罰を与えて懲らしめるべきかっていう方向にこう頭が走ってしまう、まあ、善悪で物事を切ってしまうっていうふうに言ってもいいんですけれどももしそうやって罰を与えて懲らしめる、まあ、経済制裁をするでもいいですタリバン政権をもう殲滅するとかね軍事行動を起こして実際そういうことをやったわけですけれどもそういうことをする。 タリバン政権を一人残らず処刑する。猫がおしっこしてるのを本当に激怒して怒鳴り散らして怒るっていうことをやる。そうすると、罰を与えて懲らしめてしつけをすると、一見問題は解決するんです。一見問題は解決する。けれどもこの、その解決したように見える物事の後ろで何が起こるかっていうと、まずその猫だとすると、確実に飼い主としてあなたは嫌われますよね、その猫から。 だって、もうすでに問題が起こっていて、トイレが汚いのか、ずっと1人にされて寂しいのか、なんか問題がすでに起きているのに、それを対処しないまま、もっとすごいプレッシャーをその猫にかけて、行動だけをコントロールしようとしているわけだから、嫌われますよね、信用されなくなるし、ギスギスするし、あなたの見ている前でだけ問題を起こさないようにしながら、決して本音を見せてくれなくなる、リラックスした関係ではなくなる。 ということになりますで同じことがイスラム政権との間とかにも起こっているわけですよね。でこのこの対処の仕方罰を与えてしつけて懲らしめるっていう対処の仕方を自分自身にもやっているっていうことなんです。このセルフラブのテーマとして最初に挙げたいのは。自分自身に対しても人生がうまくいかないなんかこう人間関係に問題がある経済状態に不満がある。 ななんかすっきりしないいつも悲しい気持ちになってしまう孤独を感じてるっていう時その問題に対して、えー、本当に起きている問題は何なのかってことを掘り下げないまま表面的な状況だけ解決しようとして自分をこう叱咤激励して働かせたり自分に罰を与えて懲らしめたりするっていう態度のことを努力主義っていうふうに呼びます。努力主義。努力主義ですね。 とと雪のの女王のエルサがずっとやっややてたやつですよね頑張ればなんとかなるっていう考え方です。頑張ればななんとかなるできないのは不幸なのはうまくいかないのは頑張りが足りないから。頑張りが足りないっていうことで全てが片付けられてしまう世界のことを努力主義っていうふうに言います。なのでこれって本当にちょっと怖いことで日本人は本当にはまりがちな状況だなというふうに思うんですけれども。 もう全ての人生の成功、失敗、うまくいったこと、ダメだったことっていうのは、努力の総量によって決定されるっていう思想なんですよ、努力主義っていうのは。だから、不幸になるとか、うまくいかないとか、失敗したっていうことは、あなたが怠けたからだっていうふうに、もう短絡的にそこがつながってしまう。か自分で自分のことをめ怠け者っていうふうに責めているわけです。そういうのを努力主義っていうふうに言います。 行動を理想に合わせて変えれば人生も性格も気分も全部良くなるはずっていう思い込みですよね。努力主義っていうのは。でもちろん、ここ勘違いをしないでいただきたいんですけれども行動するっていうことは大事です。大事なんだけどでもその動機はどこにあるのかっていうことなんです。行動する動機は。うん 問題があるかからどうにかしたいあるいはもっともっと頑張って成功者にならなきゃいけないっていう動機のもとに自分を行動させようとしている時それは行動すすすすればるるるほど自自分分の首を絞めんんででよ自分と仲が悪くなるんですそれはもう辛くて我慢できなくてトイレに行けなくてどうしょうがなくてソファーの上でおしっこを漏らしちゃったのにそれを責められてぶったたかれるっていうことを 自分にやっているようなものだから自分と仲が悪くなっている。自分自身が自分自身の悪いところをチェックする嫌な監視者みたいな関係性になってしまうんですよ。でもう一個例を挙げるとよくね北欧ってその福祉がすごく充実して進んでいてこう文化的に先進的な国々だっていうふうに言われますよね。でスウェーデンの刑務所って すごくこうほとんどセラピー施設のようになっているっていうのって聞いたことありますかなんかこうグリーンが見えて森の空気がすぐ入ってくるような環境のいい施設の中で全然牢獄のようなところではなくてそこで、えー、その犯罪を犯した人が自分自身の中に自己愛を育んでいけるようなセラピーを行うっていうのが刑務所なんですよスウェーデンの。で対してまあ例で挙げて申し訳ないけれども。 中国って最近ちょっとネットニュースで見かけたんですけれどもこうファン・ビンビンさんっていう中国の有名な女優さんが脱税疑惑かなんかで今追っかけられているかなんかでちょっと前のニュースかもしれないんですけどその中国のそういう脱税に対する刑罰の一つとして女性に対する刑罰の一つとしてすっぴん刑っていうのがあるんですってよく分かんないんだけどそのお化粧をさせないでノーメイクのままこう。 報道のカメラの前とかに立たせて謝罪をさせるっていう何かこうそういうすっぴん系っていうのがあるらしくてそれがそのファン・ビンビンに与えられるかもしれないっていうのでネットが話題になってますっていうニュースだったんですけれどもなんか本当にこう人権も減ったくれもねえなと思ったんですけれどもでも何を言いたいかっていうとその中国のすっぴん系、まあ、中国だけじゃないんですけどそのすっぴん系がちょっとキャッチーだったので出してるだけなんですけれども。 何か悪いことをした人がいたらその人に罰を与えて懲らしめようっていうのはその人を悪人だっていうふうに扱っているってことですよね。犯罪を犯した,した,した人っていうのは悪人だっていうふうに扱っているってこと。そしてスウェーデンの刑務所の考え方でいくとセラピー的にその悪いことをした人が自己愛を育むっていう方向でまあ改心を促すというか。 そういう方向性のトリートメントを施すっていうことはその人を人間だとして扱ってるっていうことですよね。でどちらの方が本当に長い目で見た時に社会のためになるのか被害者のためになるのかっていうことを考えるとどうでしょうっていうことなんですよ。でこの犯罪者に対する扱いとかそのテロリストに対する扱いとかってなってくるともうやっぱり その起きている事件が大きすぎて犠牲になった人が大きすぎてその悲しんでいる家族とかその周りの人たちとか傷つけられたいろんなものっていうのが前面に出過ぎていてなんかこう感情的にどううしししてても処理をしてしまうんですよねそいつらも同じ目に合わせてやりたいっていうなんかこうストレートな感情の怒りとしての反応が先に来てしまうんだけれどもでも本当は法律って そういう感情論で先走ってしまうことを整理して止めるためにあるんじゃないんですかって思うんですよね、本当は。でもっとこれを掘り下げると、法っていうものを個人を縛るものとして考えているのか、個人を支配する道具として法を運用しているのか、それとも社会を縛るものとして運用しているのかっていう考え方の違いなんですよ、実は。 スウェーデンの刑務所の考え方っていうのは法律っていうのは個人に適用されるものではなくて社会に適用されるものっていうベースの考え方があるわけですよね。だから社会にとって一番利益になる方法でその犯罪者を取り扱っているわけです。でそれに対して、まあ、中国とか日本とか他の国はそうなんですけれども罰を与えて懲らしめようっていう考え方っていうのは個人に対して法を適用しようという考え方ですよね。 全然そこが違っているっていうことなんですよ。だから、えー、個人を支配するものとして運用されている中国とかの法律だとその個人の恨み悪いことをした人に対してざまあみろっていうために法律が運用されているわけです。そして、えー、社会を、えー、規定するものとして法律を運用している北欧の考え方でいうと。 社会利益を優先した考え方ででが運用されているわけです。だから全然考え方が違うんですね。でそれを考えてさっきの,その猫の話もそうだしタリバンの話もそうなんだけど罰を与えて懲らしめることで何かが良くなりますか 罰を与えて懲らしめることで人間関係が改善したりもっと幸せになったりその人は反省したりするんだろうか本当に。猫の例で言うと決してそういうふうにならないっていうふうにもう言っているわけです実証されている問題を起こした猫をどんなに怒鳴り散らしても叩いても決して改善しないわけですよ本当の意味で行動は。 その飼い主のことが大嫌いになっていつも飼い主から隠れて人が来るとベッドの下に潜り込んで誰も見てないところでやっぱり粗相をするっていう猫になっていくだけであって決して信頼関係が育まれることはないわけです。で何度も言いますが同じことが自分と自分の関係の中にも起こっているわけです。自分が人生の中で問題行動を起こしている時自分の人生が自分の描いた通りにいっていないって感じている時に 自分と自分の関係性はどうなっているだろうっていうのをまずちょっと考えてみるべきなんですよ。あなたはあなた自身に本音を言ってくれているかな自分のやりたいことがよくわからないんですとか自分は何に情熱が湧くのか本当は何が好きなのかいまいち自分でわからないんですってよく言う話なんですけれどもそれは自分と自分の間に信頼関係が成立していないからなのかもしれない。 あなたが自分自身と話す時にいつもああまたサボってるまた悪いことをしてるっていう目でしか話しかけていない関係性を築いていないからリラックスして自分が自分の本音を自分に言ってくれていないのかもしれないっていうふうにちょっと考えることができるでね、まあ、なんでこんなこうテロの話とか犯罪者とか刑務所の話とか散々したかというとちょっとこう例で挙げたいまあ本というか え文章があるんだけれどもそれがちょっとこう取り扱いが難しいなと思うような文章だからちょっと持って回った言い方を最初にしたんですけれども、えー、この「努力主義」について全ては努力の総量で決まる自分がうまくいってない不幸なのは努力が足りないからでうまくいってる成功しているラッキーな人運をつかんだ人っていうのは努力した人なんだっていう考え方で全てを見ていく「努力主義」ですね。 この努力主義について日本の国境、日本の国境は神道じゃなくて努力教だっていうふうに言った人がいました。で、その人はこういうふうにも言いました。日本は努力教の信者たちばっかり。だけど、その強盗から猛ダッシュで逃げるっていう行動を努力とは呼ばないでしょって。そこには達成感も何もないし。 うまく強盗から逃げおおせたとしても達成感は何もなくて果てしない疲労が広がるだけっていうふうに言った人がいましたこれねちょっと大事な発言なんですよ。包丁を持って追いかけてくる強盗から必死になって逃げるっていう行動のことを努力とは呼べないですよねってでも私たちはその行動のことを努力っていうふうに勘違いして呼んでたりもしないですかっていう話なんですけど。 えー、これを言った人が、まあ、誰なのかというとまあ実は日本人で、えーまあ、犯罪を犯した人なんですね。で、えーまあ、概要欄に、えー、ちょっとリンクというか詳しいことが分かるようなことは載っけておくんですけれども、えーまあ、幸い死者が出ていない事件の犯人なんですけれどもでも結構こうなんだろう コンビニのお菓子に毒持ったりして結構あの大変な事件を起こした人ではあるんですけれどもなんで私がその人の発言に興味を持って取り上げたかっていうと、えー、その裁判の最終弁論っていうのがすごく現代社会の病理をついたとても知的な発言にで,で話題になっていたんですね当時ネットで。でなんだろうと思って読んでみたらすごくこう面白いことが。 社会に対する面白い見方が書いてあってああなるほどと思ったことがたくさんあったのでちょっと取り上げたんですね。で同調圧力がすごく強いから人より抜きんでるっていうことがすごくやりにくくてで成功者に対する妬みもすごく激しいから。 なんかこう、ゲ、え、ス、ー、の極み乙女の川谷絵音さんも、日本人っていうのは喜怒哀楽の前に、その上に先にジェラシーっていうのがついていて、もうすべての感情の前にジェラシーがあって、本当にもう何にも発言もできないし、もう本当にとんでもないみたいなことを発言されていたんですけれども、まあ、悪いこととしてよく言われますよね、同調圧力が強くて、成功者に対する妬みが強い。で 確かにその通りでその息苦しさっていうのはすごくあるなもっと素直に成功を目指したりしてもいいのにって思う反面これさっきの猫の話とかタリバンの話とかと全く同じことなんですけれどもどうしてそうなっているんだろうっていうことをやっぱり一歩踏みとどまって考える必要があるっていうのは思うんですねなんでこんなにジェラシーが蔓延しているのか日本社会の中に同調圧力が蔓延しているのか 成功者に対する妬みが蔓延しているのかっていうことを考えると私やっぱりその努力主義、まあ、努力教と言ってもいいですけれども努力の少量によって全てが決まるっていう考え方が昭和枠の根源になっているなっていうのをすごく思うわけです。 で日本の社会システム、まあ、日本だけじゃないですけれども、社会システムそのものが、うん、なんて言ったらいいかな、うん、そのタリバンの報道でもそうなんですけれどもにこ、日本の社会システムがうまく回るために、世界の社会システムがうまく回るために、注目してほしいニュースと、注目してほしくないニュースってあるわけですよね。 社会のシステム側としてで社会のシステム側として注目してほしいニュースっていうのは成功している人っていうのが世の中にたくさんいてこの人たちは頑張って努力したすごい人たちであなたも頑張ればこの人たちみたいになれるかもしれませんよっていうニュースそれは知っといてほしいけれどもその一握りの成功者の背後に 無数の失敗者がたくさんいるよっていうことについては、フォーカスを当てたくないわけですよ、システムは。そのバーミヤンの仏像が破壊されたとき、そこにはすでに100万人以上の餓死者が出ていて、大変悲惨な状況が起こっていたんだけれども、そのことを知ってもらう必要性としてはなかった、失敗者は黙殺されるっていうシステムがあるんです、この世の中の中には。 これがいわゆるピラミッドシステムって言われているやつなんですけれども、ネットワークビジネスにしても、宗教にしても、まあ、コミュニティサロンにしても、学校にしても、会社にしても、何々業界、芸能界とか出版業界とかファッション業界とか、何々業界にしても、全部そのシステムでできているわけです。で一握りの成功者の華々しい活躍とか、えー、成功体験っていうのが、 たくさん喧伝されてでその人たちのように頑張ればなれるかもしれないって思う大量の失敗者たちがそこに向かってお金を払うことによってシステムが循環するっていう風に出来上がってしまっているわけですよねだから大量の失敗者を社会のシステムとして必要としているっていう現状があるわけですでなんかこういうことを言うとすごくこう なんかこうネガティブなことをずっと言っているように聞こえるかもしれないんですけれどもでも現状なんですよそれがやっぱり。でな,なのにその失敗者の失敗者がこんなに大量にいるっていうことが隠されているから失敗をしているのは自分だけだっていう感覚がどうしても起こってくるわけです。なんかこう普通に生きてるだけで。みんなあんなにうまくいって成功してるのに自分はうまくいってない。 そそそしてそこでそれをカバーアップするのが努力いうまくいってないのは自分が怠けているからだ頑張りが足りないからだ行動力が足りないからだ勉強が足りないからだっていうふうに自分のせいっていうふうに思うわけですよでこれはこのピラミッド構造を維持していきたい人たちにとってものすごく都合がいいシステムなんですね実を言うと もちろん社会のシステムが進んでテクノロジーが進んで例えばベーシックインカムが導入されて AI が導入されてもう本当の底辺の底辺で食うや食わずやっていう人たちの数はどんどん減っていると思いますし減っていくとは思います。だけどそのねいわゆる本当に何だろう食うや食わ,ずはっていう食わずやっていう人たちが なんかこういなくなってくる代わりにその人たちは消費者っていう名前を付けられているだけの話であってそのシステムの上位で、えー、お金を吸い上げてる人に向かってこうエネルギーをどんどん放出する側の役割を担っているっていうこのシステム自体は変わんないわけですよそのテクノロジーがどんなに進もうと。だかからねなんかこう 安易にあんまり批判したくもないし試みとしては面白いっていう人たちもたくさんいるっていう前置きをしつつでも今流行ってるコミュニティとかオンラインサロンとかも全部同じシステムでやっぱり回ってますよ。何か一つの思想でもってこのコミュニティにとってはこれが一番いい価値観である理想であるっていうことを打ち立ててそしてその理想を打ち立てるところまではいいんだけどその理想の体現者っていう人たちが必ず出てきてしまうわけです。 この理想を一番体現しているのはリーダーのあの人だよね。でその次にはこのリーダーの側近にいるあの人とかあの人とかあの人がかなり上位の成功者だよねで。その下にいる何さんとか何さんとか何さんとか何さんが中ぐらいのうまくいっている、まあ、いい感じの人たちだよね。でその下には、まあ、うまくいっているとは言えないけど頑張っている人たちがいて、その下になん,かななんだかなと思いつつもお金だけ払っている人たちがいてっていう仕組みに 必ずどのコミュニティもどの会社もどの業界もなっているわけです。その組織っていう形にしてしまった瞬間に必ずそういう風になるわけです。だからその一番トップで理想を体現しているって言われている人たちの活動とかやってることとか夢とかっていうのはこの底辺で何もね実現はしていない。 失敗者たち成功していない人たちによって支えられているっていうのはもう紛れもない事実なわけです、まあねあの。西野さんとかはそれをもう堂々と言っちゃって「俺にお金をください」って言ってるからまだ正直かもしれないけどでもそういう風になっているっていうこと自体は変わりがないわけですよね。であのねあの、まあ「マトリックス」っていう映画の中ではそれがもう最高に進んだ状態で。 人間は電池扱いをされていて、バーチャルリアリティの中では幸せそうに生きてるんだけれども、実態としてはシステムの電池になっているっていう構造が描かれていましたけれども、まあ、比喩でも何でもなくそういう風になっているわけですで。何がこんなに歪んでしまっている現状なのか、原因なのか、このゆがんだ認知を解かなきゃいけないわけなんですけれども、セルフラブによって。で なんでこんなに歪んでしまっているのか。なんかね、こう、成功したいとか、うまくいきたいとか、自分を成長させていきたい思いって、あのすごく取り扱いが難しかったりもするんですよ。もうもっとはっきり言おうか。成長したいとか、理想を叶えたいとか、うまくいきたいとかって言ってるときに、その返す刀で、 自分は成長まだしてないあの理想と比べて自分は全然ダメだめだ全然あそこに到達してないっていう風に返す刀で自分を責めてるっていうことの構造にちょっと気づく必要があるんですよ夢を追いかけるとか理想を描く時のすごい大事な注意ポイントなんだけれどもこれを忘れていると夢を描けば描くほど理想をイメージすればするほど現状の自分を責めるっていうもろ刃の剣になってしまうですね。 なってしまうんですよ。か常に現状を受け入れることができない人たち。常に現状を受け入れることができなくて、キラキラ華やかな誰かの成功談に、わ、すて面白い、その理想、素敵って共感しやすい人たちが、システムの底辺で、そういう夢をばらまくのが上手い人に向かって、お金を投げるっていう形のピラミッドで固定されているっていう風になっている。 でその大元の原因には何があるかっていうと成長しなければいけないって思っているっていう自分の心の認知の歪みがあるんですよ。自分は成長しなければいけないって思っているつまり現状をありのままに肯定できない現状を受け入れることができない自分自身を受け入れることができないっていう心がどこかにあるから成長しなければいけない頑張らなければいけない。 上を目指さなければいけないっていうベクトルに、どうしても引っ張られるわけです。で、この認知の歪みに、すごく気づく必要があるんですね。認知の歪み。まあ、一つ本をちょっとご紹介します。 ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、リズ・ブルボーというカナダの、えー、この人は、専門は何なのかなん心理学とかを勉強した人なのかな、まあ、独自に研究されたのかもしれないんですけれども、そのまあ、セラピーを通して、そのクライアントの持っている、えー、自分自身に対する認知の歪み、自己認知の歪みっていうのを、まあ 正していくっていうようなセラピーをずっとやっている人で有名な方なんでご存知の、ね、方も多いかもしれないんですけれども5つの傷っていう考え方があります。で、えーまあ、彼女がどういうふうに提唱しているかというと、まあ、幼少期に親との間の人間関係の中で自己イメージの基盤っていうのは作られていくわけですけれどもその段階でやっぱりその、まあ、親もそ,その親から受け継いでいる傷とか。 歪みとか認知の歪みっていうものを持ったまま親になっているのでゆ、えーまあ、歪みが生じているわけです、その親子関係の中にで。その歪みを自分のこうなんだろう魂の傷として私たちは抱えているっていうことを、まあ、研究している人なんですけれどもその人がリズ・ブルボーが提唱している5つの傷っていうのがあります。でえー、少しだけご紹介をすると、まあ、拒絶による傷。 見捨てによる傷、侮辱による傷、裏切りによる傷、不正による傷という感じの5種類が挙げられているんですけれども、本当に1歳から5、6歳までの間に親との関係の中で作った、まあ、根本的な自己認知の歪みっていうのを私たちは誰でも持ってるっていう風に言うんですねで。5種類傷がある中の、まあ、1つ強く持ってるっていう人もいるでしょうし、複数持ってるっていう人もいるでしょうし、まあ、読んでみると、 どれにも少しずつ当てはまるなっていうふうに思う人も多いかもしれないですでそういうものが私たちのこうなんだろう自我をねエゴを作っていく時のこう基盤の歪みみたいになってしまってそれが大人になってもずっと続いていて同じパターンで自分を愛せない自分を受け入れきれない現状を認められない常に成長を目指してしまうっていう状況を作り出してるっていうふうにリーズは言っているんですね すごく面白い本なのでご興味がある方は是非読んでみてほしいなと思うんですけれども、まあ、結構こう重たいっちゃ重たい内容なんであの読んでわーって泣くかもしれないですけど興味がある方は是非読んでみてほしいんですけれどもつまりこう親との人間関係ってやっぱりこの世に生まれてきて完璧な存在として生まれてきた赤ちゃんとしての自分がこの社会っていうシステムの中で生きていくためには 自分のままでいてはいけないっていうこう調整と傷を受ける時期なんですよね。で本当はこういう自己認知に関する研究とかがもっともっと進んでね時代が進んでいくともうちょっとこう幼児教育の分野とかが繊細になってくるのかもしれないし現代ではすでにもうちょっと進んでいったりするのかもしれないんだけれどもでもここで起こっていることは何かっていうと。 まあ愛されるためには自分のままでいてはいけないっていう取引が親との間に形成されてているってことなんですよ。で別にこう親っていう存在をただただ責めたいわけではなくてもう宿命的に親との間に最初にそういう関係性を築くっていうことになっているからまあしょうがないっちゃしょうがないんだけどでも大人になった今こそそれをちょっとこう書き換えていくというか。 自分の自己認知の歪みっていうものを自覚して整えていかないといつまでたってもこう自分に努力を強いるっていうことをやめられないんですね。で、そのさっきのね、そのとある犯罪者の人の発言、日本は努力教の信者であってそ、それに強盗から、ナイフを持った強盗から猛ダッシュで逃げるっていう行動のことを努力とは呼ばないでしょ、達成感も何もなくて疲労感があるだけですよ。 いう発言なんですけれどもこれは彼がその親から本当にもう虐待を受けながらまあその地域の進学校高校進学校になんとか合格を果たしたっていう後に感じたことだったらしいんですねその時やっていた努力勉強日々のもう本当に何時間も寝ないで勉強して受験勉強してっていうその生活は 全然自分にとっては努力じゃなくて、とにかく高校に、この高校に合格しないと殺されるっていう、自分の存在意義を抹殺されるっていう恐怖感のもと、ナイフを突きつけられてる気分で、ダッシュしただけであって、全然努力したと思ってないから、なんか後々になってその、ね、犯罪を犯した後とかになって、そんないい高校に行けるぐらい頭もい,いいし、努力もできる人なのになぜこんなことって言われたときに、もう自分は人生で努力したことなんて一回もない。 ただ、ナイフを持って追いかけてくる強盗から必死で逃げただけだっていうふうに言ったんですね。で言い得て妙だなってすごく思うんですよなんかね、こう言葉って本当に難しくって、こう行動し,しよう、トライアンドエラーをして自分に新しい体験を与えないと分からないっていうのも真実だし、でも、その強盗から逃げ回るために必死で自分をダッシュさせるっていうことをこっちの行動と混同して、 言語が同じだから混同して理解してしまっていてなんかこう認知が本当に歪んじゃってるところがあるんですよでもよくちょっと立ち止まって考えてみてほしいのが自分が自分に行動を強いるとき私はこういうことがやりたいこういう人になりたいこんな風になりたいそのためにこういう風うに頑張らなきゃっていう風うに言ってるときにそれはもう絶対的な安心感の上に何の 自分の存在に対する一切の不安がない状態の上からやってみたいこととしてやっている行動なのかそれとも何かを成し遂げたり何か自分自身であるっていうことを社会とか世間に対して証明しないと生きていけなくなるっていう恐怖感が伴っているかどうかっていうのをちょっと考えてみてほしいんですね。で多くの場合恐怖感が背後に伴っていると思う です実は好きなことを好きなようにやっているようでいてそこをねちょっとこう見直していく必要があるもちろん素直に好きでどんなに大変な状況になろうとどんなにこう落ち込んでる時だろうとそれはやってられるっていうぐらい好きなことっていうのもあるかもしれないけれども反面なんかそうじゃないこともたくさんあると思うその差をちょっと見極めていく必要があると思うんですね でその親から愛されるために自分のままではいられなくなって、えー、自分ではない仮面を作っていくでそれが、ね、一番最初の「アナと雪の女王」のエルサとかも全くそうなわけですけれどもそのとある日本人の犯罪者の人っていうのは、まあ、その、ね、経緯でずっと育ってきて自分自身を社会となんとかつないでいくために嘘の設定を作って生きていたんですってずっと。 で犯罪を犯した当時彼はまあフリーターだったんですけれども、まあ、いい年齢なのに30歳を超えたいい年齢なのに何でコンビニでアルバイトしてるようなフリーターなのかっていうのを人に聞かれた時にすらすら答えられるように嘘の設定をもう緻密に作っていたっていうふうに証言してるんですねでその設定が、まあ、大学を中退して、えー、漫画家を目指してたんだけど挫折しちゃったんですで漫画家目指してたから こう時間が自由になるようにコンビニでフリーターとかをやってたんですけど今はもうちょっと断念しましたっていう失敗談を自分の設定として作っていたと。でなんかこう自分の自身の現状がどうして今このような形になっているのかっていうことに対して私たちは説明を自分につけようとするっていうなんかもうほとんど本能みたいなものを持ってるんですね。それは自分自身に説明するためでもあるし人に聞かれた時に答えられるようにするためでもあるし。 でその設定がなんかこうあまりにもなんかこうなじみすぎていてそれがどこまでが嘘でどこまでが本当だったのかっていうのが自分でもちょっと分からなくなるぐらい自分に設定を作ってるってことをよくやっているんですね。でこういう自分で作っているなんとか社会の中で私はこういうキャラクターでこういう立ち位置でこういう人なんですよっていう立場がその嘘が暴かれることによってこう 揺らいでしまう。で、これが。その、なんていうんだろう、日本に蔓延しているジェラシーの正体だなっていう風に、ちょっと思うんです。どういうことか、もうちょっと説明をすると。自分でついている、その嘘が。自分の設定が嘘だってことは、自分の奥底では知ってるんだけど。でも、それを突きつけられたくないわけです。 それを突きつけられたくはない。だからずっと信じたふりをしてきたものが、それが信じられなくなるような状況にぶつかるときに、すごいアイデンティティクライシスを感じるわけですね。ちょっと前回の話ともつながるっちゃつながるんですけれども、なんかね、クック、なんだ,ククなんだっけ、えー、っとヘルシオと料理人の話しましたよね。ヘルシオがボタン一つで料理人よりおいしい、 料理を作れるようになっちゃった時に料理人としての自分のアイデンティティはどうなるんだろうっていうふうに考えた時にすごいクライシスが起きるわけですよ。どういうクライシスかっていうとこの料理人の自分のプライドとか自分の価値観とか自分の自己愛っていうのは料理ができるから自分は価値がある誰よりも美味しい料理を作れるから自分には価値があるっていうふうに 設定していたんだっていうことに気づかされるからアイデンティティが揺らぐわけですよね逆に言うと料理ができる味がわかるそのセンスがいいっていうことをそのそのね設定を取り除かれた瞬間に自分には価値がなくなるっていう現実が突きつけられるからああいう機会が出てくることが恐ろしいし認めたくないし否定したくなるし嫌なんですよでこういうことがでそういう目にあった時に 人はいくらでも犯罪者になりうるって、その某犯罪者の人は言ってるんですね。犯罪者になりうるっていうか、まあ、そういう言い方はしてないんだけど、なんていうのかな、そのジェラシーのために犯罪を犯したわけではない。ジェラシーのために人に攻撃的になったわけじゃない。そうじゃなくて、自分が信じている設定、自分が信じている自分の社会に対する存在意義っていうものを攻撃されたように感じた。そこが揺さぶられたから、生きるために、 その攻撃してきた相手を、えー、自分も攻撃し返すしかなかったっていうふうに言ってたんですねですごく言い得て妙だなっていうふうに思うんですでこれが日本人の持っている同調圧力とかジェラシーの深いところにある正体だなっていうのをすごく思うんですなんかこう信じたふりをしてきたものがそうじゃなかったっていうことが暴かれるその「アナと雪の女王」全く同じなんですけれども 自分はいい子の女王様になるっていうのはそれは嘘だったんだけど自分は本当は魔法が使えてすごい強力なパワーを持っていてそれは何な,なら人を傷つけるかもしれないぐらい強大なものだったんだけどそれを封じ込めて生きてきたそうではないおとなしい従順なお父さんとお母さんの言うことをちゃんと聞いてみんなのために頑張る女の子である自分っていうのがエルサの設定だったわけですけれどもその設定がね あの妹の前でバーって氷を出しちゃったことによって暴かれてしまったから動転して雪山に逃げていったわけですよね。もうあんなに一生懸命必死になって自分の価値観を築いてきたのにそれが揺さぶられることによってもうレッド・イット・ゴーですよ。どうでもいいっていうふうになってしまうっていうぐらい揺さぶられる。でそのぐらい現状がんだろう大きな自己認知の問題を抱えているっていうことをまあ ジェラシーっててていいいうう感情が示してくれているというふうにも言えますよねジェラシーを感じている時、まあ、世の中に遠征的になっていたりとか絶望感を感じている時っていうのはどういうふうになっているのかっていうと大きな自己認知の問題をベースに抱えていてそしてそれゆえに自分を成長させなければいけないってずっと頑張ってきたこれがまずベースですね。 でずっと自分を成長させようと頑張ってきたのにそれがうまくいかなくて失敗者になってしまっていて何な,ならうまくいかなくてだから自分のことが嫌いなんです。努力強っていう考え方も日本には入っているからうまくいってないってことは努力をしていないっていうこととイコールだからそんなに頑張れない自分とか行動できない自分とか怖がりな自分とかが嫌いなんです。 そんな努力ができない行動できない頑張れない自分のことを人もきっと嫌いだろうっていうふうに思っているなんかこう暗い話で申し訳ないんですけどそれがそれがでもまず問題の認識っていうやつなんですよ。 自分の自己認識に努力をしなければならないって思っているときには認知の歪みが発生しているっていうことをまず自分で認識するっていうことが大事です。でね、時代の変わり目ってこう新しい理想を解く人がたくさん出てきてそれはすごく華やかで最初はすごく新鮮で面白いんですよ。でその新しい夢とか新しい理想とか新しい価値観みたいなものがバーって出てくるときって その新しい夢に向かってもう一回自分を再トライさせればいいんだっていうリフレッシュメントがあるからすごく一回なんか気持ちがわって浄化される感じになるんですね。自分の自己嫌悪感とか今まで努力できなかった感じとか自分が嫌いっていう感覚とかが一回浄化されてこの新しい価値観に向かってまた一緒に一から頑張っていけば成功者になれるんだっていう新しい夢が見れるんですよ。でも これですごくこうポイントになってくるのが、えー、その理想自体は問題ないんですよさっきも言ったんですけど理想そのものはただの概念であってその理想自体は素晴らしいものだったり夢があったり憧れられたりしてそれはそれでいいんだけど必ず現実の世界にそれを置いてしまうと理想の体現者っていう人が出てきちゃうんですねこの理想に一番近い人っていうのが出て そしてそこをベースにして成功者のピラミッドっていうのが必ず作られてくるわけです。で、えっと、この話は、えー、このヌーソロジー関西研究会の河瀬東進さんという方が書かれたこちらの「ワンネスは2つある」っていう本の中で、えー、書かれていたことなんですけれども宗教の発展していく歴史っていうのも全く同じようになっていると。ユダヤ教が、まあ、西洋宗教でいうとユダヤ教が出てきてでユダヤ教を がどんどんん腐敗してくるとユダヤ教というのもそもそも偶像崇拝を禁止していて概念としての神を理想とする宗教だったわけですけれどもその結局こう組織化して腐敗してきて権力構造ができてしまうとそれに対するアンチテーゼとしてイエス・キリストという人物が出てくるイエス・キリストというのはそのユダヤ教のラビたちのように特権階級に自分を置かずに民衆の中に入っていって 一人一人と語り合うっていう新しいキリスト教、愛によってすべての人を救う。ユダヤ人じゃなくても、何人であっても、愛を信じる、神の愛を信じる人はみんな救われるっていう宗教を提唱したわけです。でも、ご存知の通り、その華々しい理想っていうのは、またそのキリスト教の代弁者としてのローマ教皇とかが出てきて、司祭とかが出てきて、権力構造になって、キリストの概念とは裏腹に、 世界にどんどん戦争と最悪と差別意識っていうのを撒き散らすわけですよね。で、そういうふうに腐敗してくると、今度はイスラム教がキリスト教に対するカウンターとして出てくる。ムハンマド、モハメッド、ムハンマドという預言者は、キリストとは違って、あくまでもたくさんいる預言者のうちの一人だっていうふうに言ったわけですよ。キリストのように自分は特別な神の子だっていうポジションではなくて、それすら、そんな特別視すら拒否して、自分は いいいっぱいいる預言者ののうちのた一人一人,人が人間と一人一人の人間が自分自身の神と語り合う場を守るっていうことがイスラム教なんだっていうふうに提唱して最初はやっぱりすごく華々しかったわけです。でキリスト教とかがすごく排他的なのに対してイスラム教初期は特に多宗教に対してもすごく寛容だったっていうふうに言われていますね。ですけれどもご存知の通りイスラム教っていうのは 今日の世界で最も原理主義者が多くてたくさんのテロリズムとかの温床になっているっていうふうに腐敗していくわけです。美しい理想がある。でもその体現者が出てきた瞬間に組織化して人間のピラミッド構造ができて腐敗していくっていうなんかパターンなんですよねもう。でこれが今度はイスラム教に対するカウンターとして出てくるのが科学主義っていうやつですよね。神っっててていいいううもののはいないそうではななそでくて科学のロジックに従って 全ての自然現象というのも人生というのも説明がつくという立場でそれもまた市政の権威の階段を新しく作っただけであって同じように腐敗していっているわけですよねでそれに対するカウンターとして経済主義お金を持ってる人が偉いっていうピラミッドができて同じく腐敗していっているで今度出てきてるのはテクノロジーと情報主義ですか情報の取り扱いがうまくてテクノロジーに明るい人がピラミッドのトップに来るっていうまた新しいピラミッドが作られている でで変わわってないわけですよ何にもその中身の味付けがちょっと変わってるだけで起きている現象が何にも変わっていないっていうことをよく考えないといけなくてでこれはなぜそうなっているのかっていうとこの3番目の話ですが1対多と1対1っていうことここの歪みなんですよ認知の歪みの一つは。 この理想が一つあって、まあそれ、その理想のことを神と呼びましょう、分かりやすく。それは経済であれ、情報であれ、宗教であれ、なんであれ、まあ、その最高の理想のことを神と呼びましょう。ね、経済の競争原理をし信じている人に対しては自由競争というのが神なわけですよね。それを信じているわけだから。という感じで、あるいは、えっと、無神論者というのも神だというふうに河瀬さんは書いて えと書いてますね無信論者っていうのも神を信じてると。なんでかっていうと、あ無信論者っていうのも宗教家だっていうふうに言ってますね。どうしてかっていうと、神がいるってことは証明できないけれども、神がいないってことも証明できないから、証明できないことを信じてるってことは宗教を信じてるってことと全く同じじゃないですかというふうに書かれていて、本当そうだなと思ったんですけれども。というわけで、なんであれ、その最高の理想という概念を神というふうに呼ぶ。その神のもとに、 多数の人民ががいいるるっていう構造が必ず考えられるわけですよね。で、神がいて多数の人民がいる。でキリスト教にせよイスラム教にせよユダヤ教にせよ偶像崇拝というのを禁止しているわけですけれどもそれはこの理想としての神というのをに名前を付けたり偶像にしてしまってそれを崇拝してしまうと腐敗が始まるから崇拝しないようにっていうのをすごくこう。 禁じてるわけです本当はなんですけど現実はどうなっているかっていうとその理想のもとに全てが平等であるはずの人々の中から最も理想に近い人っていうあの反偶像化した人物が出てきてピラミッド構造ができているっていうふうになって失敗してきているわけですだからこの一対多の構造一つの理想と多数の人間 一つの素晴らしい新しいアイディアとそれを信じるたくさんの人々っていう構図自体がもう歪んでるっていうことなんですよ。これは幸せにならない私たち。これをどれだけ追求したところで,で。じゃあどうしたらいいのかっていう話なんですけれども、ちょっとヌーソロジーの概念を取り入れてお話をします。えっ、ー、と一番最初のね、えー、このトークライブの01の時に、 太陽と月の話でもお話をした概念なんですけれども、この円心という概念があります。ちょっと歪んでてごめんなさい。中心点だと思ってください、これが。2つの円が重なり合っているっていう図なんですけれども、これを、まあ、私は、ね、太陽の軌道と月の軌道っていう形でトークライブの01の時に解説をしました。で中心に1人いて 周囲に多くのものがある一対他の関係性っていうのはその裏側でか必ず反転した縁があるよっていうのがそのヌーソロジーが提唱している新しいものの見方なんですね。でこれすごい大事な話なんです。神が中心にいて周りにたくさんの人がいるよ。 一つの理想が中心にあってそれを信じるコミュニティの人々がたくさんいるよっていう構図があった時にはその裏側に必ず無数にいる人の中のそのね大勢の中の一人に過ぎなかった自分というものを中心にしたもう一個裏側の縁があるよっていうことなんです必ずこれが太陽の縁と月の縁の違いっていうやつですよねでこれがね何を言ってるかっていう話なんですよ 神を中心にした一体他の世界私はその他大勢の一人だっていう考え方の世界があるその時には必ず同時に自分が世界の中心であってそのあなたが神って呼んでる人もすごい成功者って呼んでる人もものすごい頭がいい人ものすごい美人な人ものすごい幸せな人ものすごい努力してる人って呼んでる人たちも あなたのを取り囲んでいるその他大勢なんだよっていう風になっている世界が反転して必ずあるっていうことなんですね。でこれ別の言い方をすると神の周りに人間として自分がいる世界と自分が神その神にとっては自分自身が神になっているような世界が必ず対等なものとして存在しているっていうことなんです。でこれが 1>, 1対1の関係性の本質なんですよ。これあの、キリスト教のテーマの時にもすごく話をして、大事な概念なんで繰り返し言ってるんですけれども、これがそれが1対1の関係っていうことの本質なんです。だから1対1の関係ってあの、神と神の関係性のことなんです。自分自身が神であって、そして自分が最も理想としている崇高なものも神であって、 その最も自分が理想としている崇高なものにとっては自分自身が神なんだっていう世界観で対話が成立しているっていうことこれが1対1っていう考え方なんですだからまあピラミッド構造で言うと、まあ、無理やりですけれども上向きの三角と下向きの三角が重なり合ってるようなイメージって言えばいいかなその理想の一番の体現者である一番トップにいる人が本当は一番ボトムに来て一番失敗している人を全部そこで支えなきゃいけないっていう この反転した三角形の関係性というふうに言ってもいい。でそれで初めて循環が起こって一つの理想のもとにみんなが平等っていうそのなんだろう一神教的な世界観ではなくて新しいこう自分自身自分自身を神とするような存在自分自身を神とするような考え方の世界観っていうのが新たに成立していくわけですよね。 この一対他一つの理想のもとにすべてのものが平等であるっていう考え方の,も,のもとにお金とか国家とかも運営されているわけですよね。お金ってもうまさにそうですよね。この円っていう価値のもとにすべてのものがあの数値化されているわけですから。このお金っていう神様のもとにすべてが平等にさせられているわけだから全く同じことなんですけれどもそれはあの半分なんですよ。 世界のでその半分だけを真実だって思ってしまうと私たちは必ず努力狂にはまってしまうし必ず自分を好きになれなくなってしまう。なぜななぜら成成功功するその成功者って本当に一握りなんですでその一握りの成功者にならなきゃいけないっていうふうにすごくすり込んでる自分のことを。 でもその成功と失敗っていう基準を決めてるのは誰ですかっていう話ですよ。その基準を決めてるのはトップにいるその人で自分じゃないわけですよ。世界を半分に見てしまった時はね。その誰か他の人の決めた基準に向かってなんで神である私たちがそんなアクセク頑張って自分のなんかお尻を叩いて頑張んなきゃいけないんですかそんな脅迫観念に追われて。 この神の理想にかなわなかったらナイフで刺し殺されるっていう恐怖のもと強盗から逃げ回るようなプレッシャーを感じながら必死に走らなきゃいけないなんてそんなの努力でも何でもないしそんなことをやってて自分を好きになれるわけがないんですよ。わけがないんですよ。でねその親子その5つの傷の話もそうなんですけれどもその親子関係も 現状やっぱりなんだろうこうあちょっと言い方を変えますその一対他の関係性っていうのが成立している世界でだからこそ取引っていう概念があるんですよ。そのキリスト教の時の話を思い出していただきたいんですけれども何か発言をしたり行動したりする時に その裏に結果を予想している結果を期待しているというものがあるときにはそれは対話ではなくて取引なんですよという話をキリスト教の時にしました。ああこういうふうな答えを返してくれるに違いない私のことを素敵なちゃんとしたきちんとしたいい子だって思ってくれるに違いないって思いながらやっている行動とか発言とかは自分の 本音から出ててくくるものでではなな取引なんですよそれはそれは100円払ったから100円のジュースがもらえるっていうのと全く変わらないロジックなんですね。でもその取引が成立するためには取引を仲介して100円払って100円のものがもらえるのはお金っていう価値観をどこか別の、ね、神様が管理してくれているから下で下々の間で取引が成立するわけです。 だから私とあなたの間で、なんかこう、かわいいねって言ったら、かわいいですね、あなたの方がかわいいよって返してくれるっていう、例えばね、そういう会話の取引が成立しているとしたら、こういう態度をとったらかわいいっていうことにしようっていう基準が外側にあるってことなんです。自分の外側に基準があるっていうこと。神が自分の外側にいるってこと。一対他の世界観になっているっていうことなんです。で 親子の教育っていうのもどうしてもこの外側の価値観に沿って子供をどう教育しようかっていうふうにどうしてもなりがちですよね必ずまあ社会に出る人間として教育しようっていうふうに思ってるからしょうがない面もあるのかもしれないけれどもその人のことを本当に考えて何だろううーん 親子関係って本当は対等であるべきですよね。あるべきというか。その親って子供に対してすごくなんだろうたくさんのことをしてくれているし衣食住を用意してくれて愛をくれて育ててくれて産んでくれてすごい返しきれない恩があるっていうふうに私も思いますけれどもでも反面子供から親に。 与えていいるギフトもすごよくねこう出産をすると子供が母体の毒素を全部持ってってくれるとかって言ったりもしますけれどもそういうこともあるし自分自身がこの社会っていう価値観の中ですごくこうゆ、ね、がんだ認知で生きてきてしまった長い年月の傷みたいなものを もうピュアな命としての子供を目の前にすることによってすごくリセットされるわけですよね。自分自身も,もう何の縛りもしがらみもない純粋な魂だったっていうことにすごく立ち返るわけじゃないですか。その神との再接近ですよね、それって。それってものすごい体験で子供が親にしてくれているすごい大きなギフトなはずですよね。だから親子関係ってなんかこう別に対等なはずなのに、なんかこう社会の 基準から考えてしまうとその養っている人が偉いとか一食十を用意していることがなんか全てだとかその物理的なものの見方しかできないとまるで子供が親に向かってどうか私を見捨てないで育ててくださいってこう土下座するような関係性として始まってしまうわけですよね。がそのなんか上下関係がついているっていう考え方がすでにその一対他の考え方になっちゃってるわけですよね。 でそれ別にこう親のせいとかっていうことだけではなくてその人間が世代から世代にわたってずっと受け継いできた価値観であって、まあ、親も親で自分の親にそういうふうにされてきたこととかをどうにか証明しようとしているとか、まあ、いろんな関係性が絡んでいて一概に誰か悪いって話ではないんだけれどもでもそうなっているっていうのは確かだと思います。なんかねこう それとは別に1対1の関係性っていう風になった時に、なんかこう、そこに上下関係とか価値基準とか成功しなきゃいけないと、成功っていう概念すら入り込む余地がないんですよね。目の前にある世界、目の前にあるリアリティ、ここ、この世界に生まれて生きているっていうことそのものが、 なんかこう圧倒的な才能であって自分の持っている天才性であってここに存在しているっていうことを誰に保証してもらう必要もなければ誰に証明する必要もないっていう前提がもう1対1の関係性っていうふうに考えた時には成立するわけですよでもここで難しいところがなんかこうやりがちなのがこう1対他の関係性つまり社会の中での仮面として生きてきた自分っていうのに一回こうおさらばするその。 アナののエルサのようにレッドイッドイするでここまではみんななんかちょっとやったりするんですよ。意識してできたりとか人間関係を整理してみよう会社辞めてみよう離婚しよう独立しよう何でもいいんですけれどもそのなんか縛っていた鎖を断ち切るっていうところまではやるんだけれどもその後に1対1の関係性を築くっていうところがなかなか足が進まないわけです。1対他の関係性を断ち切って 一人で閉じこもるロンリーな世界の方に入ってしまうわけですでそうするともちろんあなたを傷つける人はいないしあなたに仮面をかぶるように強要してくる人もいないんだけれどもでもそれって実はまだそのピラミッドの神様の支配の中なんですよ実を言うと。それはね何だろう神を拒否しているっていう時点でその神の存在を認めているのと同じっていう理屈とちょっと近いんだけれども。 1>, 1対1の関係性っていうのを成立させるにはさっきの遠心概念つまり自分の後ろにもう一個別の反転した空間があるっていうことを認識しないとこ,れこの関係性を自分の中で成立させて認識しないと実はその自己愛っていうのは、えー、世間との絆を断ち切るっていうことからその先に進めないんですね。でここは結構難しくて大変で でも成立したらすごく幸せになれるところでもあるんですけれども世界の見方が2種類あるっていうこと太陽を中心に回ってる世界と月を中心に回ってる世界が2種類二重化して存在してるっていうこと一つの理想に向かってその理想をコミュニティの一員として一緒に叶えていこうとしている自分と 自分が世界の中心であって神のごとき存在になっている世界とそれが同時に成立しているっていうことなんかね説明が難しいななんかちょっとこう方向性を変えてお話をしてみるとそのイスラム教のお祈り一日に5回メッカに向かってお祈りするってあるじゃないですかモスクで。 あのモスクでするお祈りのことをエザーンっていうらしいんですけれどもなんかそのイスラム教のお祈りの本をね見たりするとそこにすごくこうすごく美しいアラビア文字で書かれている中になんかこう色とりどりの絵の具で書かれたお花のマークとかがねその文章の中にですよお花のマークとかが書かれているんですねイスラム教のお祈りの本ってでこのお花のマークって何かっていうとこう息継ぎをするところなんですって。 その息継ぎををするのをお花で表現しているわけですでイスラム教の祈りの言葉っていうのはあのポエムのようでもあって歌のようでもあって自分の独特のリズムでこう,こう刻みながら口にのせて楽しみながら口ずさみながらそのお花のマークのところで吐息をわーって発信しながらそうやって自分と自分の神様との間のとてもプライベートな対話を こう練り上げていくっていうのがイスラム教のお祈りの時間なんですってすっごく美しいなって思うんですけれども神と神との関係性ってなんかそういうものですよねなんかそこになんかあんまりロジックが入り込む余地っていうのもないしだからその神様っていう概念って他人と共有できるものじゃないんですよ私の神様であって みんなの神様っていう形には絶対ならないはずなんです。河瀬さんも本で書いてたんですけれどもなんです。とてもプライベートな話のはず。とても、なんだろう,こう、自分だけのものなんですよ、神様って。その神聖な感覚って言ったらいいのかな。自分にとってこれが理想だと思ってるものって、外側に置いて追いかけて、それに向かって自分を成長させていくようなものではなくて、 自分と向き合っている恋人のようなある意味自分と1対1で対面して対話して交流して呼吸を鼻のように呼吸して相手のなんかこう魂を吸いながら自分の魂を発信しながら交換されるような,なんかプライベートなものなんですよ理想ってでそこになんだろう社会の世間の基準でいう それがじゃあどれだけ成功したのとかいくらお金になったのとか何人ファンがついたのとかっていう基準に乗っけることの無意味さっていうかそんなことを例えば自分と自分の飼ってるペットの間のことでそんなのやらないじゃないですか。まあペットショーとかに連れて行ってランキングつける人もいるかもしれないけどでも別になんかそんな問題じゃないじゃないですか。 その,その目の前にあるそのリアリティそのものが自分自身そのものだしその命ある相手が自分に返してくれているリアクションがもう全てだしでそれで満足でそこで満たされてそこには安心以外の何の要素も入る余地がないじゃないですか。でその世界が1対1の世界でそれが自己愛の世界なんですよ。 自分を愛する自分を認めるって言った時にその1段階目として、えー、その自分を厳しいルールで縛りつけてバシバシお尻を叩いて頑張らせてるっていうのをちょっと一回ストップしてなんかこう好きにしてみる自由にさせてみるもう会社辞めてみるとかそういうことをやるのも劇薬としてすごく効果的だしいいんだけどでもその先にその作り直さなきゃいけない絆が。 自分と自分の神との間にあるっていうことなんですなんか伝わっていると嬉しいんだけれどもそうなんですよでこれがもう誰にも侵害することのできない絆なんですよ自分と自分の神と神ので、この関係性がね本当は発展形として出てくるのが実際の人間関係っていうふうにこう 展開されれていくはずなんだけれども一番のベースにある自分と自分の関係性自分と神の関係性っていうところの認知が歪んでここが分断されてしまっているから外での人間関係もうまくいかなくなったりするわけです。だからなんだろうそうなんですよ。<laughs> とてもプライベートなものとして自分の最も神聖なところとつながるっていう感覚対話するっていう感覚。 私がここに存在しているってことは、神としてのもう一人の私が、私を心から愛しているっていうことの証明だし、そこにね、あの何の疑問を挟む余地もないし、なんか、そんなお金とか世間とか、成功とか、コミュニティとかごときにガタガタ言われたくないんですよ、この関係性について。なんか、犯すでからず関係性なんですよね、そこが。 それを持っているっていうことが、まあ、何度も繰り返しになっちゃいますけれどもまず第一の自己愛の基本です。です。そうなんです。本当はねその西洋の歴史って本当その宗教史で見ても思想史で見ても科学史で見てもなんかこう合理主義にガンガン走っていってるようにも見えるんですけれども。 本当にそのユダヤ教とかキリスト教とかイスラム教とかその宗教精神が本当にやりたかったことっていうのはこういうことなんですよ。その決して組織宗教にしようと誰も思ったわけではなくてキリストにせよ、ムハンマドにせよね、偶像崇拝を必死で禁止したわけだから、そうではなくて一人一人の人間の間に天国に帰る道を作ろうとしたわけですよね。その天国っていうのは比喩的な表現であって、 天国っていうのは他の誰も侵入することのできない自分自身の性域のことですよ自分自身がここに存在しているっていう深い安心感を何の条件もなしに何の証明も必要なく自分に許可するっていうことそれを成立させるっていうことそれが本当はずっと西洋の文明とか宗教の目的だったんですよねその発展系の思想として出てきたのが近代的な 主体性を持った自由意志を持っった人間っていう考え方なんですよ。その基本的人権を備えて自由と幸福を追求する権利が全ての人にあるっていうなんかこのちょっと誇らしい華々しいあの人間宣言みたいなものはあれは本当はそういうあの誰もが自分と自分との神の間のつながりを取り戻して誰に何も証明することなく自由に生きることができるっていう意味のとてもこうなんだろう うんイデオロジカルな宣言だったわけですけれどもなんかこうねさっきの理想を作れば必ずその下にピラミッドを作ってしまいっていう,こう半分しかものが見えてない人のね時のあの歪みが出てきてしまってなんか合理化の方ばっかりが強調されてはいますけれどもまあ本当はそういうことなんです。はい、という感じで、えっと、前半 線はこのぐらいに終わりにして来週そのちょっと東洋思想とかをひもときながら、えー、後半のねその自己認知の歪みっていうのを体質改善をするようにさらにじっくりと解き明かして変えていくっていう手法についてお話をしていきたいと思います。で、えっと、最後にちょっとおすすめの文献だけちょっとご紹介したいんですけれども今日のその、まあ、西洋的なね自己愛の薬というかそれをこう。 なんかこう感じ取れるような具体性のある本をいくつかご紹介したいんですけども、1冊は、えっと、エリカ・アンギャルさん、知ってますかねエリカ・アンギャルさんの地震という最上のドレスの手に入れ方っていう本あの。エリカ・アンギャルさんって、えっと、ミス・ユニバースの栄養士をやっていた方で、結構ベストセラーの作家さんですよね。何冊か本出しているので知ってる方もいらっしゃるかも。この本は えっと、自分が日本人的な同調圧力とかこういい子ちゃん主義常にいい子でいなきゃっていう考え方とかにとらわれがちだなって思っている人におすすめです。これは、まあ、外国の、ね、方からの目線だっていうのもあるんですけれども日本人の自信のなさとか自己卑下のしやすさに対して全然新しい目線を与えてくれます。なんか小顔で足が長いのが美しいっていう日本人の考え方とかに「何で?」 っていうなんか疑問を呈してくれたりする感じで <laughs> 特に女性でその日本人マインドにで自分に自信が持てないっていう人にはおすすめの本ですね。そして、えー、とさっきのリズ・ブルボーさんねの「5つの傷」っていう本。これはその幼少期に傷があるっていうちょっと自覚がある方は1回読んでみたらいいかなっていう,ふうに思います。でこれ実は、えー、と第2作目でこの本は。 このなんか緑の、ね、クローバーっぽい絵の描かれた5つの傷っていうだけのタイトルの癒しのメッセージっていうのがない方が最初の本なんでそっちを買われた方がいいと思います。これはまたそのね、えー、と結構自分に深い傷があるかもって思ってる人におすすめです。で、えー、あともう私が勧めるまでもないベストセラー近藤麻理恵さんの人生がときめく片付けの魔法 ネットフリックスであのこんまりさんの今番組が始まってものすごいアメリカでヒットしてるの知ってますかお片づけのね専門家のこんまりさんの本ですけれども、えー、とこれは何がいいってその自分自身の精神をお片づけを通して物質的に整理していこうっていう手法になっているのでまあ知ってる人いっぱいいると思いますけど部屋を掃除しながら物理的に自分の精神を整理する過程っていうのが見られるのでなんかこう あんまり頭で難しいことを考えるより体を動かしながら自分の認知の歪みっていうのを整理していきたいっていう人には物理なんで必ず終わりが来るのでこれはこれですごくおすすめです。という感じのまあえ3冊ですねおすすめをさせていただいたのでもしえと来週までの間にちょっとね読んでみたいっていう方がいたらえお手に取ってみられるといいかなと思います。という感じでえ今日はちょっとオーバーしてしまいましたがえここまでにしたいと思います。 えー、来週また8時から、えー、後半のちょっと東洋思想編の方をやりたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。えー、お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、よかったです。分かりやすかったですか。嬉しい。<laughs> ありがとうございます。あ、よかったです。 結構、ね、大事な話ですよね。ほんと時代の変わり目ってあの自我も揺らぎやすくなるので来週はその自我の解体っていう話と自我の認知をなんかこうね整えるっていうことがどう重なってくるのかとかねちょっとそんな話もしますのであリオさん。ありがとうございます。よかったです。はいでは是非いいねも押していただけると嬉しいです。 ありがとうございます。ではまた来週。